日本長野県松本市中央本町中央は長野県松本市の中心部にある町名。現行行政地名は中央1丁目から中央4丁目。住居表示実施済み。郵便番号は3900811。松本パルコ、花時計公園を各に若者向けの店や飲食店、商店、プレースポットが集まる。また、ホテル、博物館。 オフィスビルも多い。本町通りから東側には住宅マンションも多いが、中町通りやメトバ川沿いなど、城下町の趣きが残っており、観光客も多く訪れる。メトバ川沿いには、市指定文化財の9年来寺主郎がある。全体的に5番の目のようになっており、本町通りから東側の飯田町、小池町、宮村町のあたりでは、それが顕著である。 これらの町を北上して、中町に出ると筋違いになっており、古い城下町の名残が見える。本町通り、駅前通り、小牧田、道路、松本中央通り、公園通り、伊勢町通り、新伊勢町通り、中町通り、日の出町通りが通る。いずれの道も渋滞が激しい。飯田町、小池町、宮村町のあたりでは、城下町特有の道の細さもあって、 車では通りにくい。また、目飛場側を隔てて、大手がある。伊勢町は以前は、ドーナツ化現象の影響で錆びれた商店街だったが、再開発により賑わいを取り戻し、道幅も大幅に拡張された。また、エムウィングが大手から移動された。属地名では、伊勢町、本町、中町、新井伊勢町、ふん町、新明町、飯田町、小池町、 宮村町、生屋ステラ工事、鍋屋工事、日の出町などが該当する。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。